皆さんこんにちは、太郎です。本日は5月7日日曜日です。本日もですね、元気に草刈りをしております。はい、ということでね、はい、このように草刈りをしておりますが、まあ、まずですね、はい、皆さんにお礼ということでちょっと申し上げたいんですけれども、私ですね、ついに見えますか、皆さんがチャンネル登録いただいたおかげで、なんと4000人、チャンネル登録者数4000人を突破することができました。ありがとうございました。まあね、私ね、この一喜一憂せずにね、淡々とやるタイプではございません。淡々とやるのは得意なんですけれども、すごく一喜一憂しております。ですのでね、ほんとね、チャンネル登録者数増えるたびにね、やった、やったと思いながらですね、毎日ね、これ100人刻みで私何日に、例えば3800人いった、3900人いったと、当初からですね、チャンネル開設当初からメモしてるんですけれども、まあそのぐらいね、チャンネル登録者数の幅は気にしてるんですが、なんとね、はい、ありがとうございます。4000人登録いただきました。ありがとうございました。ほんとね、嬉しいです。なんだかね、最近はね、ちょっと自分の能力がチャンネル登録者数に追いついてないなと思うことがよくありますけれども、まあね、そこは気にせずに、もうね、そこはどうしようもありませんので、はい、もう登録していただいた方にね、感謝しながら、さあ、動画投稿、そして農作業をね、していこうかなと思います。まあ、このようなスタイルですので、私、特にね、動画編集とか得意じゃないので、もう映したまんま、まあ逆にねリアルかなと思ってますが、はい、そんな感じでやっていきますので、これからもねお付き合いいただければと思います。でね、今日はこういったところをねスライドもかけていきますが、そうですね、これは昨日私がね、タニシに餌やり目的で、はい、草を刈ったところのあぜ道なんですけれどもね、まあここはねザ・スライドモアが生きるようなね、ザーあぜ道です。なんだそれ、ザーあぜ道、まあちょっと高いですよね。はい、で人間がね狩り払い機でこう狩るのはちょっと面倒いなと、そういったところなんですけれども、ここぞねスライドモアというようなね活躍をしてくれますので、まあ、ここのあぜ道でですね、スライドモアの使い方であったり、まあそんな難しいもんじゃないんですが、使い方、注意点、まあ私が注意していること、それをですね、はい、解説しながらやっていこうかなと思います。今日もよろしくお願いします。ということで、エンジンをかけてまいります。はい、それではまずスライドモアの使い方についてね説明していこうと思います。まずね、私のスライドモア、ニッポルの TDC どっちか、 TDS、TDC どっちだったか、1400という 1.4m のこのね油圧式のスライドモアになります。これをね使っていくんですけれども、まあ私のおすすめはですね、あぜ道を刈る場合、まあこういったあぜ道がまずね一般的だと思うんですが、まずはね真ん中を刈ります。このね真ん中のわだちとわだちの間、それを刈っていって、なのでスライドモアをセンターにしてですね刈っていきます。でその後にサイドを刈るんですけれども、どっちだ、あ TDS1400C ですね。センターを買って、で帰りにね右側にしか出せませんので、車体右側にしか、あぜ塗り機と同じような感じですね、このように買って帰ってきます。でね、まずおすすめするのは最初から角度をつけない、見てわかると思うんですが、これね行って帰ってきたところです。で真ん中買って、で刈り残しがねちょっとねやっぱスライドも真後ろにはつかないんで、ちょっと刈り残しができるので、それをね合わせて刈るようにまっすぐにして帰ってきます。最初から斜面合わせようとするとですね、ちょっと私的にはそれはね嫌いです嫌いですって、なんでだよって、その感情的な問題かと思われたらいけませんので説明しますが、なぜかというとですね、どこからこの、ね、斜面が始まってるかって、ね、大体分かってるつもりでも分からなくないですか。私もねこのぐらいでベタって合わせちゃうとですね、私もありました最初、あぜ道を
狭く押し付けてしまいます。例えばこの角度だとしますよね。なのにスライドモアをこの角度でベチャッとするとぺったんこにしてるように見えても、それね、あぜ道のこの角っこを潰してることになるんですよね、と思ってます、私思ってます。なのでそういうことをね、繰り返すことによってあぜ道をね、狭くしてしまう。まあね、私もね、1年目ちょっとやっちゃったなと思ったことがありましたので、もうそれからはですね、一度まっすぐ、これね、スライドも初めて使う方気をつけてくださいね。私はそうしてます。まずね、まっすぐ刈り取ります。まっすぐというのは地面と平行ということですね。はい、なのである程度スライドで出して、はいね、スライド傾斜でありますが、横方向がスライドですね。でもしね、この操作感、この操作感が自分の思った通りじゃなかったらですね、油圧カップラー逆につけますと動きが逆になりますので、ね、これで伸びる、これで縮むみたいなね、そんな感じになりますのでしてください。はい、それでは実際に買っていきます。でね、ポンパもまあ別にね、0じゃなくてもね、あ、1じゃなくても、まあ、実際ね、5とか4でついてますので、まああとはお好みかな。でエンジン回転数は、はい、540回転、 PTO が540回転までなので、まあだいたい1500回転弱ぐらい、このぐらいですね。負荷はまあ軽いので、他の作業に比べると PTO は3速でやってます。でね、ちょっと撮影しながらなんでスピードは遅いですが、まあ別にね、3キロ、4キロ、5キロとかでも枯れますね。ここはね、3キロで今作業しておりました、撮影前は。はい、でちょっと高の手なんて怖いんですが、こんな感じですね。はい、こんな感じで、まずはね、まっすぐ地面とね、まっすぐを刈り取っていきます。のり面はね、そこからがいいですね。私はそう思います。やっぱりね、毎年みんなで砂利入れしてね、キープしているあぜ道ですので、これをね、崩すわけにはいきませんね。私は当初ね、何も考えずにね、やってましたので、はい、ちょっとね、残念でしたね、それは。でね、まあこのね、ちょっと手間ですよ、2回するので手間ですけれども、どうせね、斜め1回じゃ刈り取れませんので、はい、これの方がいいと思います。はい、こういうね、土のうが置いてあったり、気をつけましょうね。これはね、当たらないからいいんですけれども、次、はい、またいろいろありますが、これはね、カモよけです。はい、カモよけ、はい、これ当たりますね、当たりますので、これはどけましょう。はい、私の地域はですね、ジャンボタニシ、カモ、まあ、そういったものがね、まずこの植え付け当初のね、苗を食害してくれます、くれます。よいしょ、ちょっとどけておきましょう。ここならいいだろう。私の田んぼですよ、私の家の田んぼです。食害されるので、このようにね、カモよけが置いてあるんですけれども、まあ、これが本当に効いてるかどうかわからないんですけどね。皆さんの地域のカモよけの仕方、もしよければ教えてください。草の匂いが、もう鼻水がどんどん出てきました。はい、私ちょっとアレルギー持ちなんでですね、よいしょ。はい、このようにね、はい、邪魔な、ね、ものはね、どけてから作業をしましょう。それではね、またやってまいります。はい、こんな感じね、まあ、斜めにね、行きたいですけどね、まあ、さっきも言った通り、どうせね、ここで斜めに入れてしまっても、なんて言うんでしょう、結局このまっすぐとこののり面にペタってつけた場合ですね、まあ、想像上ののり面だと思うんですけれども、見えないのでですね、草が生えてる状態じゃ、まあ、それでもね、結局斜めにしてこの手前側ですね、手前側の草は刈り切れませんよね、浮くので、スライドモアが浮いてるので、まあ、なので結局ね、この2回刈った方がね、仕上がりは綺麗です。
でね、ここは私の家の田んぼじゃないので、もうそういったところはね、のり面までは攻めません。理由としてはね、はい、まずそのね、道を補足する可能性があるというのと、稲をね、あの切っちゃう可能性があるので、もうね、人の田んぼのところはもうただ通るだけ、このようにね、のり面を せずにこの平行だけ、まあ、草を買って怒る人はいませんからね。でいちいち私もね、上げ下げするのは面倒いので、これだけするようにしてます。でまた、はい、私の家の田んぼに来ましたのでね、分かりやすいでしょ、この食害され方でね。ここはね、まあ、ジャンボ、端っこはジャンボですが、内側はカモでしたね。カモに食害されると変なね、なんかジャンボタネシだと、ああいうね、角っこのようにスポット的になくなるんですが、カモだとなんか全体的に薄くなるんですよね。なんていうだろうな、あの一箇所にとどまって食べないんでしょうね、泳ぎながら食ってるんでしょうね。まあそんなこんなで、そういう見た目になってます。ここはね、カモとジャンボタニシの、はい、コンビ技です。でね、これ効果あるのかな、本当にちょっと疑問ですが、でもね、いろんな方やっぱりこのようにね、まあ、何かしら旗のように棒にね、ビニールつけたり、小屋しのビニールであったり何かしらされてますので、まあきっと効果があるんだろうとは思ってるんですけれどもね。で今のはね、はい、あのように当たらなかったのでどけてません。まあ、次ののり面でどうせ当たるんですけどね。はい、このような感じでやっていきます。もしね、よろしければスライドマン持ってる方でね、こんなこと気をつけてるよとか、まあ、こういうことも気をつけた方がいいんじゃないとかありましたら、ぜひ教えてください。でもいいですよ、スライドマンはね、まあ、ちょっとお高い機会にはなりますけれども、作業機の中では。ただね、こういう雨の日にもね、作業がはかどりますので、まあ、実際ね、こういった作業はもうスライドモアで狩るような場所は雨の日の作業のためにあえてもうしないんですよね。まあ、今から梅雨時期に入ってきますので、どうせ活躍は増えるんですけれども。はい、来ました、高野手です。こういうところでね、最初からのり面を狩るようなことをしてると、やっぱり捕捉しちゃいますので、する可能性が高くなりますのでね、まずは真横から。すみません、開けて見せた方がね、見やすいとは思うんですけれども、ちょっと私のね、もう鼻がね、痒くなってきましたので、ちょっと閉じたままでやります。いいっすね、よしよし、はい、こんな感じで端っこまで来ました。よし、ちょっとスピード上げよう。はい、まあ、3キロぐらいでね、はい、バーッとね、まあ、こんな感じです。3キロ PTO は、あ、ちょっと570ぐらい回っちゃってますが、こんな感じ、さーっとね、さーっと、やっぱ早いですね。ちょっとね、スライドも持ってくるまでもないなとか思って、あぜ草刈り機で、あぜ道したこともあるんですけれども、やっぱりね、遅いので、スライドモアと比べると、もうこういう雨の日に撮っておいた方がいいなって思うところであります。よしよしよし、もっと動きがあった。よし、よし、ということで綺麗になりました。またね、次はのり面をするために刈り取りながら戻ってまいります。ちょっとね、今逆の面もちろん刈りながら変えるんですけれども、こっち側もですね、ちょっとあの家の田んぼと人の田んぼが多くて、ちょっと切り替えがね、いっぱいあるので、ちょっと割愛させていただきます。それでは戻ります。はい、ということで、のり面、斜面のね、刈り取るポイントまでやってきました。でね、それではやっていきたいんですが、まずね、この平行の状態で地面と接地させます。接地させて、はい、わかりますかね、今このね、こう上げたり下げたりで、はい、今先っぽが地面に当たりました。地面に当たるとね、それ以上進めないので、
ね、このシャフトがついてる方、根元、あのベルトケースがついてる方がね、浮き上がりますよね。このように浮いた、下がった、こんな感じでね、ちょっとあの斜面の形を把握していきます。まずはこれがピシャリなんですよね。これでちょっと前進とでね、気をつけないといけないの で、はい、徐々にね、のり面が、はい、このようにね、これは今下がっていってます。これただ単に地面に当たったとかじゃなくて浮いてる状態ですね、根元の方は。でね、だいたい分かりますので、このね、はい、設置、はい、今設置してる、ここが設置、このね、振動であったり、まあもう見た感じね、あ、地面についたなっていうのは伝わってきます。であったり、このね、ポンパの上げ下げ、そしてスライドの量、まあ、スライドもいっぱい出てるな、今斜面、はい、私の場合はね、もうさっきも言った通り、根元のこのね、角っこをね、この角を潰さないということは、もうここをね、潰すぐらいなら奥の方をこう刈る、なんていうんですかね、潰さない工夫ですよね。なのでもうこの角っこの草がね、ちょっと残るようなイメージ、それでいきますね、私は。とにかくあの、あぜ道の方も、斜面のね、方も、はい、なのでもう斜面はゆっくり、はい、こうやってね、角を守る、スライダーも目いっぱい出してますので、角を守って、はい、このね、ポンパの上げ下げとかね、これでだいたいね、斜面の形を把握しながらですね、角を取りすぎないね。ほら、わかるかな、草が立ってるのわかりますか、角、なので角っこにモアを、ね、当てないようにしてます。まあ、もちろんモアで削れることはありません。ローラーがついてますので、それ以上に沈まない、刃が地面に入らないためのローラーがあるんですけれども、まあ、それがあるので斜面を削る心配はないんですが、押さえつける力はね、かなりあると思いますので、そこはね、気をつけております。本当ね、この角っこの作業はね、気をつけてますね。まあ、たまにね、こうやって斜面の形をね、把握しながら、はい、で今ね、もうあの角っこが田んぼにつく頃だったので、ちょっとね、そこも気にしながら、田んぼはね、水平ですけど、あぜ道は下り坂ですので、そういったのもありますよね。はい、ちょっとね、このね、のり面の形を気にしながらですね、もう怖い場合はね、本当もう先っぽの方、スライドモアの先っぽの方がもう、まあ、のり面のね、若干タッチすればいいと。もっと危ない、こういうのね、こういうのはしっかり土のうがありましたので、はい、土のうを避けて、よし、で、また下げると、はい、これもね、正直に下げると稲を削っちゃいますので、はい、スライドを寄せて、もうね、めんどくさいけどね、しっかり操作して、はい、傾斜と、で、あぜ道を削らない角度を見つけて、さあ、あぜ道崩しちゃおしまいですからね、気をつけましょう。もう手出していいな。もうなんならね、浮かせてもいいと思います。ただね、浮かせると、まあ、でかいトラクター持ってらっしゃる方ならいいんですけれども、私のようにね、中型トラクターでね、スライドモア使うと、横方向で浮かせるとね、かなりね、まあ、揺れが生じますので、やっててね、怖いなって思うことがあります。もう怖いということはね、自分のキャパをね、オーバー仕掛けてる、まあ、している状態だと思うので、気をつけましょう。まあ、あとですね、多いのが、ね、向こうはね、河川が通ってるんですが、このあぜ道の最後、先ほどね、撮影を止めて U ターンしたところですね。まあ、河川の近くとか山の近くもでしょうけど、まあ、私の場合ね、宮崎県と書いたね、なんていうんですか、あの標識、あのでっかい石ですよ、刺さってる標識ですかね、なんていうんですかね、教会、あの教会の石がね、めっちゃあります、この、なんだろう、河川付近というかね、こういったところ。ですので、あれもね、気をつけましょうね。
もうあれ見えないですからね、下に埋もれてて。はい、今あぜがあったので上げましたが、もう見えないので、今もうね人の田んぼですので、ここはもう斜面借りません。もうあればっかりはね、あ、標識ですね、ちょっとね削っちゃうこともねあるんですけれども、気をつけましょうね。まあ音ですぐ分かります、何か噛み込んだっていうのはね、噛み込んだというか何か削ってるというのはね、もうすぐ分かりますので、気づかないということはないんですが、まあ、気づかないケースというのはもう草刈る前ですね、特にこういうシーズン最初はね、どこにね標識が埋まっているか結局忘れてますよね。私もそうですけれども、ですのでしっかりね、もうなんならね、だいたい怪しいなって、この辺あったよなと思うところはゆっくり行くといいかもしれないですね。もしかしたらね見えるかもしれないので、草の隙間から、まあそれでも気づかないことはありますけどね。あぜ草から決め一緒ですよね。はい、斜面の形をこうやって探りながらね、はい、こうあぜ道を削らない最良の判断をね、もちろんね削りたくはないし、削らない程度でしっかり草も刈りたいので、コンパ操作もね同時に行いながら、ちょっとねあそこ刈りきれませんでしたが、あそこは届きませんでしたね。よしよしよし、いいですね、こんな感じこんな感じ、いい接地感です。よしよし、そうだねそうだね、このぐらい、うん、今ちょっと先っぽ見た、うん、このぐらい、もうスライドはこれ以上出ません、うん、出ないな、なのでこれ以上奥は刈り取れないので、あとは斜面に合わせてどう刈るか、はい、そしてこういうところね、こういうカモよけ、はい、これはもう当たっちゃいそうなので、はい、引っ込めると、はい、通り過ぎたので出すと、このぐらいかな、このぐらいかな、よし、こんな感じですね。うん、ポンパ下げても、あ、微妙、まあ、もうちょっと立ててポンパ下げればいくか、いかんな、あんまりするとあぜ道のね、のり面の下の方をね逆に立てすぎると削っちゃいますので、またちょっとね想像してくださいって言うといけないんですけれどもね、想像してください、ちょっとね今ちょっと手いっぱいです今ね、はい、細いでしょ、実際細いんですよこのあぜ道ね、気をつけないと、もうこう見るとね角っこが轍ちギリギリじゃないですか、いざ草刈ってみるとね、羊の体じゃないですけど毛刈り前の、いざ刈ってみるとね本当ね細いんですよあぜ道が、だからね気をつけないといけないですよね。で、あぜに到達したら、あぜを削らないようにあげると、もっと田んぼ入ってたら、はい、で、あぜを過ぎて土手に到着したらまた、はい、でここは結構ね、縦角度がついてますので、ガンガン下ろしようかな、よし、けど、あまりやりすぎずに角度を確認しながら、同時にねここちょっと高いので、私の身の安全も確保しながらですね、よし、で角っこを削らないことも意識しながらね、よしよし、もうちょっとねスライドが伸びてくれればいいんですけど、もう伸びませんもんね。ただねこのね角っこの縁、ここの草がねちょっと枯れてないぐらい、まあいい感じで枯れてます。これはね角っこにダメージを与えてないということだと思っておりますので、よし、ちょっとずつ角度が緩くなってくるので、このように緩くなってくるので、
度が緩くなったらモアを角度を緩めないとモアのね先っぽでねこの土手を削ってしまいますのでこの接地感をちょっと確かめながらねちょっとずつ角度を緩めていくスピードを落とす角度を緩める、はい、ポンパを上げる、ポンパを上げてちょっと立てる、いやちょっと寝せる、いやこれでいいか、ちょうどいい、今ちょうどいい、はい、ポンパを上げる、ちょっと寝せる、ポンパを下げる、そう、よし、ちょうどいいぐらい、はい、角度を緩める、そしてポンパをちょっと下げる、よし、ポンパ下げすぎると根元が、ああ上げすぎた、根元が干渉するのはいけないので、ああおっと。稲を刈っちゃう、スライドを引っ込める、田植えギリギリまでしすぎたな、はい、ちょっとね、この乗り面をするときはね、ちょっと考えることが多いですが、考えた方が私はいいと思ってます。あぜ道はね、大事ですからね、もちろんね普通車も通りますし、軽トラだけじゃないですもんね、普通車のトラック持ってらっしゃる方もいますし、それとかね、私は SL ですけどね、まあ、私の家にも MZ がありますが、そういうね大きい規格のトラクターで来られる方もいますのでね、あぜ道を補足するわけにはいきません。よしもうほぼ平行ですね、ほぼ平行、もうああいうところはあぜ草刈り機に任せよう、はい、そんな感じでね、はい、やってまいりました。どうでしたか、このね、ちょっとうるさかったかもしれませんが、私、よし、ちょっとお外で確認しましょう。はい、これがね重要だと思っております。ここね、こういうね平らなところはいいんですけどね、ここね徐々にねちょっとうるさかったと思いますが、徐々に角度がねこうね変わってます。これね気をつけないとね、このねここの角度のまんま来ちゃうとね削っちゃいますからね、とか田んぼにねモアが刺さって、もう分かりますかね、もう関節が変な風になりますので、はい、こんな感じでね、ちょここが今私が立てる場所が角っこですね、はい、あまりこの辺りが削れないことを意識して、草がね残ってると思いますが刈り切れずにね、これでいいと思ってます。この角っこの部分で糊面をねしっかり刈ると、こんな感じですね、まあ、これを気をつけてね、そうすればこれ以上は細くはなりませんよね。でしっかりねこの形を意識しながら、傾斜をね意識しながら、途中ね角度傾斜を変えて接地感を見て、よしよしと、そんな感じですね。ここはちょっと田んぼに刺しちゃいましたね、これね関節に負担がかかりますので気をつけましょう。ああただでさえ少ない入り口を削っちゃったな、まあ、そんな感じです。どうでしたか、これがねちょっと私がねスライドモアで意識していることね、注意点言いました。あとはね、さっき言った通り、何々県。まあ、いろんな県あると思いますが、そういったところの標識。まあ、県だけじゃないな、都道府県。ね。協会のね、意思。それに気をつけましょう。ちょっとね、まあ、いろいろ、使い方から注意点までね、ちょっと、この短時間、何分だ ?2、30分に詰め込みましたが、まあ、もちろん使い方が難しい機械でもないんですけれども、でそしてねかなり使える機械なんですが、その分ね、まあ、いろんなね危険性じゃないですけどね、ちょっとね使用上の注意が私はあるかなと思ってます。このスライドモア、それを気をつけながら、あのねしっかり使ってね便利に作業していきましょう。ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、はっと思った方も、コメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。